こんにちは、アバンバイクストア須崎です。いつもお世話になっております。今日はですね、クワッドのトランスファー1台乗せのタイプを、これから組んでいこうと思います。組み立て動画になりますが、過去に、物騒な場所ですいません、いろんなサイレンが鳴っています。はい、過去に女性のスタッフママちゃんがですね作っているリールもあります。そちらも概要欄の方に貼っておきますので、簡単に組めますので、要点を掴んでいただきたいなと思いまして、組み立て動画を今回は回させていただきます。では始めます。はい、こんな感じになってます。これでこの中にはステッカーなんかが入ってますので、はい、どうぞ。はい、袋を開けます。袋を開けると、はい、こうやって工具類が出てきます。1.25 インチ用のピンにはなりますが、こういったものがついております。デバイス、ハードウェア、まずは袋から一回出して、こういう感じになると思います。はい、ありました。これナイロンナットになってます。ナイロンナットを入れて締めます。押さえながらしっかりと締めていきます。はい、かなり力を入れて、これ以上閉まらないという状態で閉めました。これはこのトレー、この切り欠きがあるんですよ。この切り欠きがあるやつをここの切り欠きに入れて、こう調整するんですけど、これね、調整して埋め込むような感じにするんですが、これ埋め込んでいくじゃないですか。埋め込んでいくと、こうスッと入っていくんですよ。入っていくんですけど、このトレー、ちょっと一回じゃあつけますね。見てもらいましょう。説明書だとこういうふうにつけてくださいねになってます。これが、まあ、つけてくださいねの位置です。これがいわゆる普通の車両の位置でも、これで見ていただくと分かるんですけど、こっちが反対側にも切り欠きあるんですよ。反対側の切り欠きはどうなるかちょっとお見せします。反対側、これはスイングさせてちょっと上に上げることができますよの切り欠きだったりします。実は2ポジションつけられる
ですよ。子供車なんかを積むときはここポジションを上に上げてあげて、でアームがラチェットがかなりこう細かく入ってるので、小さいお子さんのバイクを積むときはとか BMX とか積むときはこっち側を使ったりとか、そういうことができるかなというふうな感じです。また正常な位置に戻します。ここにこうやってネジがついてることを確認してください。向こうはメスネジがね、向こうにあること。長い方のボルトで使います。長い方のボルト、このぐらいガタがありますが、ガタがある状態からハンドル持ち替えてトルクをかけていこうと思います。はい、仮止めです。まだね、これはねスイングするんで、こうやって、はい、そういうものだと思ってください。次、これが今度つくんですけど、これもやっぱりメスネジがここについているので、このメスネジを入れて内側から外でいいですか、ね、内側から外ですね。ここはもうこれでカバーされちゃうので結構トルクかけます。というかあの本締め、必ず本締めです。これいつも忘れちゃう先なんです。あと向きもあったりするんで、こっち側にラチェットつくからこうですね、この向きです。でここでストッパーがつくんで、なかなかちょっと穴を合わせるのがね大変でした。刺さりすぎちゃったりとかショート気味になっちゃったりとかしました。入れますね、ついてます。カチャカチャカチャっていうラチェット付きのアーレンキーのビットで締めると多分数倍やりやすくはなるはずです。でウレタン樹脂のモデルに関してまたさらに申し上げれば、そんなにこう硬い物質ではないんですよね。なのでまあその分こう簡素化できていて軽量化できているっていう部分で、ワッシャーがとにかく入ってないので、1年に 1,2 回はこういう風に増し締めして点検は必ずしてくださいね。皆さんよろしくお願いします。それで最後にこの一番長いやつに分厚いワッシャーが入って、これをmm 使って、こちらも同じようにこっちは素直に入っていくけど、あ、こっちは落ち着いてますね。
ここだけちょっと落ち着きがいまいちだったので、ちょっと叩いておいて、信頼性の高い方でいきます。あ、戻りました。OK、 はい、OK、 できました。それではお願いします。2インチのヒッチピン、ヒッチメンバーもう装着済みのジムニーなんですけれども、6キロのジムニーに入れていきます。入れていくと穴の位置がね、どこかな、ここかな、もうちょい戻ってこの位置でいいんです。で、はい、入りました。入ったらピンを入れます。これで割りピンを打ってありますので抜けないような感じになりますし、最後に今こういうふうにガタがある状態です。このガタがあるのは大変よろしくないので、あ、避けた、避けた、すごい、ギリギリ行きました。セキュリティキーでここを閉めます。で、ある程度閉めてきたらこう揺らすんですよね。どこを見てるかというと、このガタは車両に対してどのぐらいガタがあるかなんですけど、ヒッチメンバーちょっとやってもらっていいですか。ヒッチメンバーがヒッチメンバーラックとこう揺らした時にたわみがないぐらいまで閉まったらもうこれで OK です。ピンもあるし、セキュリティキー付きのガタ防止はもうこれで機能しています。結構ここにガタが生じると怖いっていうイメージをお持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、それはね、ここヒンジがついてるんでどうしても発生する部分なんですよね。完璧に合いましたね。ぴったりですね。ぴったりですね。すごいジムニー用にあつられたみたいな感じです。仮止めしたやつは本締めします。この部分は何度も申し上げますが、たまに締めてあげてください。1年に2回ぐらいでいいです。ストラップつけます。ストラップはここね、奥のトレー内側から入れて、両方からこれ実は調節できます。できるだけこう両方から絞ってあげると、真ん中にこのクワッドのマークがついている部分っていうのはこっち側で抜け切っちゃうんですよね、トルクが。で、こうガタが生じやすいので、こうするとタイヤが浮いちゃったりとかしますから、できるだけここは真ん中でお願いします。取ろう。これひょっとしたらハンドルがやばいか。消えた。消えました。
な感じです。こんな感じのバランスになりますが、多分右側にちょっと寄ってるので、さっきのトレーを上に持ち上げましょうか。そうすればスイングさせればきっとバランスは良くなると思います。やっぱりトレーの向きみたいなものが右に寄りすぎてた感覚があったので、A と B があるんですよ、ここ。A と、今 A？ 今 B。はい。これで A ですね。この方が、左右の飛び出しバランスみたいなものとかを、これで調整するっていう意味合いなんですけど、良くなったんじゃないでしょうか。はい、まあ、こんな感じで積み込むことができました。はい、自転車のキャリアは指定部品というふうな扱いなので、5ナンバーだったりとか、3ナンバー、7ナンバー、8特殊車両、このあたりに関して飛び出しのバランスみたいなものが 10% 以上、 10% っていうふうに、まあ、以上じゃないですよ、 10% と決まっています。で、今回はミラーのところから合わせて 10% っていうふうな形になるので、この形で取り付け可能な、はい、ジムニーにも取り付け可能なものになっております。まあ、言ったら自転車はね、指定部品でも何でもなく荷物になるわけです。で、それがどういうふうに飛び出るかっていうところが結構問題になってるところだと思うんですけれども、自転車のラック自体は指定部品っていうふうな扱いなので、これは、はい、全く問題なく取り付けできますので、皆さんご安心ください。はい、じゃあ今日はこんな形でご紹介を終わろうと思います。はい、ちょっと時間かかっちゃった、すいません、お待たせしました。じゃあ今日はこんな形で終わります。クワッドのトランスファー、もう実はですね、間もなく入ってくる分が、在庫わずかになってまいりました。残念ながら、ご予約の分でもう埋まりそうです。で、 NV の 2.0 ベース、このあたりもだいぶ在庫が薄くなってまいりました。で、さらにさらに申し上げれば、ピックアップ用のアイベックスっていうものが、間もなく日本に初上陸します。はい、ぜひそちらも合わせて今度ご紹介できればと思っております。はい、自転車のラック、今こんだけ円安に触れるとさらにまた上げなければいけないかなっていう印象を今受けております。はい、皆様、ぜひ今のうちに早めにご検討いただければと思います。かなり在庫緊張ですので、どうぞよろしくお願いいたします。一度回して、さらにこんな感じです。もしこうドーンとぶつかってきてバイクだけ散乱したりとか、事故って自分で気をつけて運転していても事故って起こる場合は起こりますので、必ず人を守ろうと思う方はこういう風なロックをしてください。で、こういうことをしっかりやることですごく、はい、恒常的に安全に
もし自転車が落ちてしまったとしても、高速道路とかで自転車が誰かに飛んでいくみたいな悲惨な事故にはならないようになっておりますので、はい、ご活用ください。これがこれで、それでは今日はこんな形で終わります。最後までの動画をご覧いただきありがとうございました。